はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。カエデさんちへようこそ。皆さんどうなんの？出産前検査って、特に女性どうなんだろう。みんなこれ、今はもう、妊娠されている方全員周知されているっていう話になっているんだけど、情報提供をねする方針らしいんだけど、実際問題情報提供をしていたりとか、自分もそういう情報が欲しいと思っている人が多いのかな。こういうのってさ、難しいよね。出生前に、ダウン症が分かるとか、自閉症は生まれてからの方しかね、あまり分からないことが多いけど、手足が、どこかないとか、なんか胎児の状態で、なんか普通の子って言ったら怒られるけど、なんか違いますねっていうふうに言われた時に、そういう情報を教えてもらった方がいいのかどうかなんだけど、本当にね、本当に言葉は悪いけど、下ろせるときにそういうことが分かっている、分かったならば、本当にそういうことをしてしまうのかな。そのまま産むっていう覚悟をね、持っているお母さんたちも、やっぱりいらっしゃるんだけど、どうしても、ダウン症だったりとかが分かる、本当にね、初期の頃に、まだまだ、下ろせられない状況になった時にね、どうしようもない、どうしようもないって言ったら怒られるけど、産むしかないよねっていう風になるんだろうけど、まだまだ、本当に言葉悪いけど、下ろせる状態ならば、妊娠の初期ならば、そういう風かもしれませんよっていう時に、お旦那さんとだったり、両親、お互いの両親とかに相談して、こういうことかもしれませんっていうふうにね、多分お話しすると思うんだけど、どうしたらいいっていうふうに聞くと思うんだけど、どうなんだろうね、下ろした方がいいって言われることの方が多いのか、いや、そのまま産みなさいって、協力するからっていうふうに言うのか、産んだら産んだで、何もね、協力してもらって、学校とかも協力してもらえる状況なら、ね、いいのだけど、そういう、障害を持ってる人に対しての圧が、ね、非常に高いっていうかさ、当たりが強いね、地域もまだあると思うので、
まあ、住んでる地域によって 産まないっていうのは選択してしまうのかな。大変だと思うね。まあこれは難しい問題ですね。なんか多分このテーマと趣旨が違ってると思うんだけど、いつは、なんだろう、覚悟を持って産んでみたら、まあどちらかといえば軽い時っていうか、まあその症状がね、軽い子だったら、まあ意思疎通もできたりとかするし、ある程度のことができる、障害を持ってるんだったら、あ、大丈夫って思うんだろうけど、まあ、本当に失礼な話だけどね、まあ本当に知的障害が多かったりだとか、自閉症の方も多かったりだとか、本当に乙武さんのような感じで、まあ、喋りはね、すごくうまいんだけど、本当にトイレをする、お風呂に入るとか、物を食べるときなんかも料理ができないとか、まあ、料理はまあね、買ってね、チンすればいいだけの話、ものもあるんだけど、本当にそれぐらい、それ、やるのも親の方も大変だし、ね、同居しているね、じいさんばあさんがいたとしても体力的に大変だし、いざね、その自分のことができる大人になったとしても、やっぱそれなりの人の協力をね、持たないとダメだったりとかするし、で、本人も本人で自分が生まれてきてね、こんなに迷惑かかってるんだったらっていうふうに、まあ言葉にしないまでも思っている部分がね、まあ本当に知的なものも含めてどっかしらに思っている部分があるのかなってちょっとふと思うんだよね。多分その言い出せないっていうかさ、その言葉にできない部分があるだけで、もしかしたら本人もどうして自分が生まれたんだろうっていうふうに思っちゃう人もいるだろうしね。普通に健常者としてもね、生まれてきている人たちでさえ自分の意味がわからない、生きている意味がわかんないっていうふうに、ね、思う人もいるだろう、いる人もいるだろうから、余計になんか、まあ、なんかの障害があったりすると、ふと自分の生きている意味って何ぞやみたいな感じでさ、ふと思ってしまうことがあるのかなーってふと思った。どうなんだろうね 皆さんどう思いでしょうか。もしよろしければご意見いただけたらと思います。それでは皆さん、さようなら。